203号室。203。あれ？メモってどこだっけ？あれ？メモどこだっけ？あ、こっちか。イバシさん、この人が長見の血便の原因か。長見の息子さん、最初は普通に夜だったのに、完全に確認だわ。お値段以上の長見。ありがとうね。だってさ、元カノさ、元カノがやばいやつ見る？元カノがやばいのこれよ、これ。こいつ、こいつ元カノ。うん。其实啊，嗯，最近他都不理我了。これ自分で撮ったの。是因为那个小三吗？美人さんでしょ？他说我现在越来越奇怪。長見の息子さん、長見さんが相手にしてくれないってさ。相手にはするでしょ。うん。根はまっすぐな子だったのよ。だけど、あの大学で一番のイケメンさんが乱暴に振るから、こいつはちょっと心が壊れたのよ。心が壊れたのよ。いちごさん、オールラブの元カノ。やめろ、いちごちゃん、いちごちゃん、こんばんは。そうそう、だから綺麗な人なのよ。だけど、こっからおかしくなるの。我只是想要他爱我而已啊。ほら、こんばんは。いちごさん、こんばんは。他一点都不懂我。長見の息子さん、やっぱり長見さんが原因。メルサそっち方向に絶対持ってくな。うん。リパシさん、危ない匂いがするな。そう。イケメンさんもさ、気軽にさ、愛してるとか言ってるからさ、この根がまっすぐなこの少女は、信じちゃったのよ。で、見ててよ、見ててよ。リパシさん、ほら、この流れなんか見たことあると思ったけど、さよりじゃん。そう。いちごさん、メンヘラなの？メンヘラになっちゃうよ、ほら。こうやって。もうちょっと赤いのは出せないから今。嘘でしょ。規制が入ってるから。うん。こうやってピュアな子は。嘘でしょ。そう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 。これが元カノ。これにはエンティティもにっこり。にっこり。エンティティはにっこりするだろうね。うん。長見の息子さん。カッターで腕切ろうと思うのが間違いだよ。サタンさん、首元行けよ。おい、パピコ、言い方あるやろ。首行けよじゃないだろ。ほらほら。で、後ろにもう、ほら、取り憑かれてんの。こういうやつなのよ。で、今操作してんのが、その、手首切った元カノさん。で、なぜか手首の傷はないの。もう、写しようじゃないから。書くようだから、今。あの世とこの世の合間にいるから。生きてるの？生きてないと思う。これ多分ね、深い業を背負ったから、同じのずっと繰り返してる。フェイク動画ってわけね。多分ね、ずっと同じなんか、ことをリターンしてるんだと思う。なんかあるじゃん。自殺した人ってさ、罪が重くてさ、何度も同じなんか自殺のシーンを繰り返すとかさ、そういうなんか俗話みたいのがあるじゃん。都市伝説みたいのが。何度も同じ、ほらほら入ってく。この金髪の子が気になるんだよね。金髪の子割と味方なんだよね。あり幽霊だけど。で、6枚の写真の光ってるところ。上段の真ん中が今操作してる子。203だったよね。203行くか。長見の息子さん、金髪はもともと可能ってわけね。あ、違う。ここ違うわ。ここ学生寮じゃないわ。多分ここの研究室だ。1階のここでフラスコのマークあったよね。多分ここだ。全然違うんだけどね。え、どこだろう。ん、あ、鍵が必要。203行って鍵を取れってこと。パソコンルームの隣。んー、あ、ここ美容室か。あ、科学室って書いてるわ。ほら、科学室って、科学教室こっちだ。ちょっと待った、また出るんでしょここで。小慧，我可以这样叫你吗？当然可以。奶奶，哎，奶奶，密会？密会してた過去の思い出が出てんのこれ。ああ、甘酸っぱいね。甘酸っぱいな。うん。悔しいな。
陈星慧。ん？え、誰？あ、この人が音量？嘘やろ、秘密の部屋ってここのこと？あし、知らないよ、うん、リパシさん、部屋なんか隠し通路かなんか部屋があるとか言ってたんだよね。いちごさん、怖いおっさん出てくるよ、うん、怖いおっさん出てくる。あ、ここ俺が逃げたところ。ちょっと待って、一旦こっち先見るか。ここなんかあんのかな。一旦こっち、こっちの様子から見ていい？あ、通れないのか、ここ。あ、通れないのか。ちょっとリパシさん、うん、心拍数低くね、うん、今日も霊になるまで耐久。無理やろ、死ぬまでは無理やろ。動かないよね、あれ。急に俺立つよ。これがあの女性の人ってこと？あ、これ金髪じゃない髪の毛、うん、あ、金髪の女性の人か、多分そうだよね。あ、なんか子宮あたりになんかある。これ恥骨？赤ん坊？いちごさん、立つ？何が？赤ん坊。あ、その立つじゃないわ、赤ん坊。え、妊娠してたってこと？あ、だから赤ちゃんいたの、赤ちゃんの幽霊だからいたの。あ、大学生の時に付き合って彼氏に別れるって言って池に身投げした怨霊なんだよね、元は。確か怨霊っていうかさ、悪霊って妊娠してたってこと？待って、なんかある、まだ。あ、ペアリング、チンシンフェイ、オウジンロン。リパシさん、なるほど、ね、どいつもこいつも身投げしよってね。ちょっと待って、ちょっと女性は捨て駒のやつ、ちょっとメッセージ解除しとこう。これ多分パピコいないと思うから。よし、オウジンロン、オッケー。王金龙、陈新慧。これ何？いちごさん、ね、命大事にしろや。ね、生きてりゃいいことあるでしょう。命大事にしろや。なんもないね。なんだろう。この結婚指輪と、いや、カップリングと、あれ取っただけ？リパシさん、赤ちゃんのかけら？いや、生きてていいことなんて何もないんだよ。ごめんな、いちごさん、スーパーで買えるもんじゃないんだぞ。そうだよ。命だけは買えないのよ。本当に。時間は、まあ、アルバイト雇えば買えるのよ。自分の労力は買えるのよ。あ、だから本当の意味で時間は買えないけどさ。あ、你们做实验的时候也会来接我，我有什么好担心？あ、これ、あの女性だ。你说过会保护我的。嗯，どこどこ？一定，不管发生什么事，我都会保护你。あ、嗯。離れたらいいのか？这是你的回忆吗？離れたら見えるの？陈星慧。やっぱあれカップルだったんだ。カップルで妊娠して、妊娠分かった時に彼氏に捨てられたみたいな。彼氏が一方的に別れようとしたんじゃない？あ、下水は。まあ、だけど、彼氏が妊娠してるかどうか、彼氏が彼女を妊娠してるかどうか分かってなかったのかもね。そしたら学生寮行くか。学生寮の20、あ、203。こっち2階から行けなかったっけ？学生寮。いちごさん、最低な男だな。え、だけどさ、彼氏もさ、彼女が妊娠してるかは、なんだろう、知ってたか知らないかまだ分かんないじゃん。ただ普通にカップルとして別れようとしただけかもしれないからね。まあ、妊娠分かって別れようとしてたらそれは最低だけどね。うん。これにはエンティティも苦笑い。苦笑いよな。笑い声聞こえるわ。どうなんだろうね。さすがに妊娠してて捨てるっていうのはちょっとね。いろいろ言われてもしょうがないよね。ここだよ。ここの量。203。ここの。あ、先輩からちょっとジュースもらうか。また天が出るかもしれない。あ、ほら、いた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 。これでしょ、さっきの子。
そうだよね。いちごさん、俺の子じゃねえって逃げるやつ、ほんと最低。よきさん、でも別れようと思ってて子供できたらどうするんです、ね、長見さん。まあ一応は、一応って言い方もあれだけど、まあちゃんと付き合いますけどさ。うん。本当に心底嫌だったらちょっと考える。本当にね、ぶっちゃけトークね。本当に心底その彼女が嫌だったら、またほら、なんかヒントあるよ。無理しないでくださいね。何くれるんだろう。栄養ドリンクかな。何くれるんだろう。これ何、トイレットペーパー。先輩のお祓い用小物。あ、お経がびっしり書かれたトイレットペーパー。トイレの最中に怪奇現象などが発生してもこの紙で清められる。え、これさっきあればよかったのに。いや、シシに。え、先輩ってこいつなの。気づいてなかった。え、先輩ってあいつだったの。嘘でしょ。あのイケメン彼氏だったんだ。長見の息子さん、うん、別れようと思う女性相手に無節操にゴムなしプレイするんじゃないよ。いちごさん、ゴムあっても妊娠するでしょ。よきさん、トイレットペーパーにお経書いてまた戻すのすごい。またね。さすがにゴムなしプレイはちょっと無責任だけどさ、ゴムあっても妊娠するときはしてるからね。205。あー、ここ、あ、じゃあお札がいっぱいあるところじゃないわ。変わってないね、ここ。いやー、だけどまあ不慮の事故はありますからね。事故って言い方も変だけどさ。203、行きますか。リパシさん、うん、長見も過去にそうやって。やめろやめろ。お、この部屋か。女神危機。はいはいはい、いないね。はいはい、懐かしい。これ、あ、これ知らない。長見の息子さん、あの先輩がどういう気持ちでピンクの手顔出してきたのか、うん、説明求めたい。いちごさん、何人の女性泣かせたん、ね、何人も女性泣かせてないわ、そんな。むしろ俺の方が泣いてるわ、いっぱい。どっちかっつうと俺の方が泣いてるわ。これ、ここら辺読んだよね。リパシさん、わらわら。ほんとに。マスコミュニケーション学科のテスト。お、50点満点。長見の息子さん、旧髪。旧髪。あ、長見。これでアイテム2つ揃ったよ。阿珠。阿珠。你不想再帮女鬼杀人。で、次、地下室の正門会。あ、赤ちゃんが揃って開くのか。なるほどね。不管你找到的方法是不是真的有用。中見さん、地下ですか。そう、これから地下行きます。行くか。この灰がたかってんだよね、ここ。よろしくお願いいたします。俺最初この中に死体が入ってんじゃねえかってずっと思ってたんだけどさ。行くか。あああ、お札が燃えてく。ウィン解いちゃった。真的可以走吧。元カノが収集不通のかな。だけどこれさ、狂わせたのさ元カノっていう可能性捨てきれないよね。よきさん、あかんやつや。これ多分最終決戦だわ。いい？最終決戦入るよ。みんないい？これ多分ラストの戦いになると思う。で、エンディングロールで終わる。这里是。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。不对。よしよし。リパシさん。いけ。クソ野郎かよ！来てるぞ。クリニック。不可能。あ、これあれじゃない？よきさん、終わり始まりですよね。ね、母親の子宮胎児。あ、超音波検査。こんなさ、よろしくお願いいたします。だからもう本当に愛してたんだろうね、彼氏を。ショックだったんだろうね。偶然とはいえ妊娠して。まあでもいっかと。彼氏の子供だし、いっかと。意気揚々と妊娠報告行こうとしたら、ごめん別れようと。
いやちょっと待ってよと。なんか来てる。え、なんて書かれてんのこれ。どこに逃げても同じ。おやんさん、長見さん、こんばんは。またほらでやって言われる。おやんさん、こんばんは。もうラスト試合よ。ラスト試合。やぶいた。一瞬頭ってこのか。ちょっと温かいものでも飲んで一息つく。うん。ホラーゲームですけど、ほっとしたいときこのスープ飲みませんか。キツネ、タヌキ、天ぷら、月見、お肉、冷やし丸、うどん、うどん、うどん、スープ。行きますか。ありがとうございます。ありがとうございます。行きますか。よきセット4さん、ゾウモト男性、ゾウモト男性、ゾウモト男性。ありがとうございます。ゾウモト男性、ゾウモツドン、ゾウモト男性。ゾウモツダンス、ゾウモツダンス。这次是房间。死ねって書いてるの。シッシュって。ガイス。ガイス。男性グループの写真。どの写真も映るけど穴が開いてる。これは彼女の表に出せない怒りを意味する。怖っ。俺こんなに人に恨まれたくねえわ。長見の息子さん。なんでか増物様のそのスタンプ、被害者丸専属キャラに思えるくらい出演してるね。そうだね。赤ちゃん泣いてる。赤ちゃん泣いてる。私も高校の頃よく死ねって言われてたわ。うつ長見病気。なんだよそれ。あ、かわいいね。かわいらしい子じゃん。ほら、生年月日1960年だもん。ほら。長見の息子さん、重すぎる。うん。うん。やっぱ今、1970年代だよ。うん。長見の息子さん、うん、長見さんよりちょっと年上か。だいぶ年上だけどね。だいぶ年上だけどね。リパシさん、長見は65年生まれか。うん。あ、中絶って書いてるよ。俺が責任もちゃんと面倒見るよ。君の家がそれに違った。多分俺みたいな貧乏は相手にしないだろう。もしお腹の子供が知れたら中絶させられに決まってる。あ、だから二人で逃げようって言ってるよ。二人で逃げようって言ってるよ。心配はいらないよ。家族を守るためなら俺はどんな辛い仕事で耐えてみせる。明日の橋の上で落ち合おう。そしてここで一緒にここに離れよう。安物の指輪イニシャル。え、これ一緒に逃げようとしてるよ。リパシさん、逃げろ逃げろ。いけ。え、うわクソ野郎だよ。全然男の人女の人捨ててなくない。え、だけどなんかこれ怪談物語だったよね。あの彼氏が来るの待ってたら、彼氏が来なかったから、そこのあそこの橋あるじゃん、あそこから身投げしたっていう怪談話あったよね、ここの大学で。え、じゃあ彼氏はなんかこいつの部屋だったの。ここは科学科、なんか19歳だったってことでしょ。19歳で妊娠して、なんか逃げようとしたんでしょ。あ、そうそう、台湾にこれあるの、保温器。炊いた米とかが、これでも米炊けるんだけど、これ炊飯器とはまた違うの、保温器なの。なんか茹でたカニとかここに入れてホカホカの状態になってるっていう、ずっとホカホカしてるっていう保温器。これこれこれ自体もあったかくなる。リパシさん、この時長見に相談しておけば身投げなんてすることはなかった、ね、俺に相談されてもな、俺に相談されてもな。結婚証明書あるよ。よきさん、放課放課。結婚証明書じゃなくて婚姻届じゃない？あ、婚姻届も準備してたんだ。あ、立ち会い人としてここに証明するって。主催者空白、立ち会い人空白、仲人空白。ほら。リパシさん、金数の格差、クスナガミ病気。そう。だから彼氏もちゃんと。ほら、1960、お互い19歳だよ。そう、なんか結婚しようとしたんだよ。あれ、ドアが開かない。結婚はしよう、なんか。で、結婚はしようとしたけど、これ上行くの、下行くの、どっち？ウジ虫が。あ、勝手に下に降りてく。ん下見ろよ。うわ、リパシさん、消え。うわ、タンパク質には困らないね。这里是うん
よきさん、うわいちごさん、金毛。タンパク質には困らないよ。リパシさん、焼いて食うか。ね。だけどこういう何もないところでタンパク質貴重だからね。上からウジが降ってくるのこれ。やばいな。ここで一生生きられるんじゃない。リパシさん、いいじゃん、上からつかみ取りじゃん。食べ放題、バイキング。ん？ん？ラスト決戦だね。ラスト決戦まで来たわ。長見の息子さん、長見さん、ミールワーム食べたいってことなのね。食べたくないわ。だけど俺ガジュマルの葉っぱ持ってるよ。ここ行けるんじゃない？今。いけねえわ。なんか最終地点だからさ、いけねえわ。いけねえわ。いけないか。行くしかないか。戻れないんだよね、きっと。戻れないね。リパシさん、長身タンパク質に困ったらちゃんと言おうね。ウェイ。厄払いの人形こんなに揃ってますよ。ほら。ああ、それぞれ人名が書いてるんだ。あの人たちがいるんだ。はい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 。ねえ、こっちが。ああ、ほら、ラブレター。超音波検査の指輪。はい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 。まあ、ちゃんと結婚する気だったんだね、お経が書かれたやつ。ちょっと誰かに電話したら出てくれるかな。誰も出ないよね、きっと。これ自分に電話かけてんだけど。いや、そんなことないか。彼氏、元彼。中見さん、地下ですか？そう、ここ地下ですよ。うん。いい店名出ない。こいつも出ない。最後。出ない。長見の息子さん。メタルギアの通信みたいな音だな。そうだね。リパシさん、うん、誰も電話出てくれないじゃん。嫌われてるのかな。キチゴさん、電波届いてないんじゃない？あ、そうかもしれない。だけど、ツーツーってならない。電波届いて。これ仲間かな？やっちゃってんな。やってみる？え？何も起きない。どっかに何かあんのかな。走ってみる。いけない。え、ナイトボットさんが何かを言っています。あれ、ここもいけない。あ、ここに扉ある。え、そこ行けってこと。あ、ここもいけない。ここだね、多分。ここ行けってことだね。あ、いる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 。元気してた。これ剣で刺せばいいんだよね。リパシさん、やばいね、髪の毛これ、うん、途中でうんこが髪の毛に変わったなったよ。長見の息子さん、うん、パリコレかなんかですかこれ。これレディガガだよ。徹子の部屋に出てきたレディガガ。レディガガが今準備してるところ。徹子の部屋に出るときにちょっと行くか。剣で刺しますか。あれ、剣で刺すんじゃないの。あれ、え、何使うの。使うアイテム決まってんのか。これ使うのか。いちごさん、楽屋か。そう、楽屋。長見の息子さん、やたらリアルな上猫が配信に流れたんすよ。ね、人形。ヨシゼット4さん、ヒューマノイド。あ、来てる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 。リパシさん、うんこ見たかったです。これ机の下だ。絶対違う。絶対違う。絶対違う。嘘でしょ。リパシさん、わらわら。長見の息子さん、帰ったわらわら。リパシさん、マジかよ、わらわら。よきゼット4さん。ナイス。悔しいな。伊達に2500時間デドバやってねえぞ、俺。やめんじゃねえぞ、俺の3つスキル。よし。オッケー。
こっち扉閉めとこう。え、いない？え、あそこ嘘でしょ。あそこにいない。ロッカーもあるよ。あ、あそこにいる。待て待て、あ、ロッカーあった、ロッカーあった、あれだ、走ってすぐロッカー。オッケーオッケーオッケー、よし、オッケー、いたね。うん、どうしようか。全然終わり、終わりだと思ったら終わらないね。長身の息子さん、本来はそこで回避するはずだったのか。リカシさん、多分クイクワは温存。だけどさ、このゲームさ、ロッカー罠だからさ。リキさん、ロッカーの安心感、罠。パチャパチャ音する。一旦ここでしゃがんどっか。扉開けても大丈夫なんじゃない？こっち来て、一旦多分あっち様子見て、あ、そうそう、こっち来た。で、ここで待って、足音が遠のいたら、ちょっとでも顔出したらね、速攻で来んの。リカシさん、手巻きみたいやな、わら。嘘でしょ。リカシさん、わらわら。無理やん。これにはエンティティも苦笑い。無理やん。ゆず三角さん、おい長見。おお、ゆずちゃん、起きたの？仮眠取ってた？ごめんね、ゆずちゃん。あ、ここにもロッカーあるよ。よきゼット4さん、ゆずさていてー、ゆずさていてー、ゆずさていてー、ゆず三角さん、うん、怖すぎるて。大丈夫よ、このゲームそんなホラー感ないから。リカシさん、これロッカー越しに目合わねえか？持ちかれ。え、どっかから音聞こえない？パシャパシャ。あ、またこっからか。ゆず三角さん、ゆずサパー、ね、ゆずサパーね、まあ、昨日まあ、昨日ほらほら、やっぱ可愛いよね、元カノ可愛いよね、今、このこれだっけ、あれ、これじゃない、え、あれ、あ、ちゃんと調べないとダメなのか。調べて名前をちゃんと確認しないとダメなのか。 OK、 あれあれケン、あれ、え、どういうこと、え、バグ、え、どういうこと、マーキの、あー、出てきた出てきた、行くか、よし、オッケー。リカシさん、この女の子といい展開になるの？いい展開にはならない、もう今終わった。完璧。向こう行ったか。あ、完璧よな。あ、ここ行けんじゃない？ほら。ここ行けるじゃん。トイレ、え、ああ、トイレに隠れるってこと、はいはいはい。リカシさん、ザコがよ、え、待って、後ろにいるんじゃない、 あ、気のせいか。待って、今のザコがよってブシューで音でびっくりした、後ろにいるかと思った、怖っ。これ開くかな、開かないね。リカシさん、わらわら、いったわ。ここ最初の部屋見つかった、やばい、トイレトイレトイレ。トイレに隠れたの初めてだわ。いやー、これだからやめらんね。ね、これだからだ。リカシさん、こっちもしびれるな。いちごさん、ペーパー使える？ペーパーね、お経が入ったトイレットペーパー今持参してるから大丈夫よ。いちごちゃん、お経が入った。長見の息子さん、トイレの申し子だわ。あ、ほら、ここに矢印ついてる。ここに隠れろって。開けて。これで見える？
あ、見えねえな。あ、来てる。え、向こうから来てる。うそやろ。ちょっと危ねえ。うし、危ねえ。うそやろ。うそやろ、今の。今のうそやろ。うそやろ。わらわら。リトシさん、やらせだろ、わらわら。いちごさん、めっちゃ見てたやん、わらわら。これ多分向こう側行くんだよね。あ、後ろ見せてる。背中見せてる。ここでロッカーとかない？しゃがむか。しゃがんで。リトシさん、一回くらい許したるかの精神か。そうそう、動かない方がいいんだよね、多分。オッケー。あー、向こう行った。で、これで、ちょっと歩くか。長見の息子さん、真っ向警戒したんだろう。あ、ここ湖で行けないのか。で、パシャパシャ音聞こえたら危ないから。あ、ここ何もないじゃん。ここで一旦隠れるか。で、多分、あの扉だ。あの扉に入るんだ。リトシさん、スドライトの可能性もある。あの扉入るんだよ。戻ってくるの待つか、一旦。あ、来た。ほら、いた。え、ちょっと待って、これやばくない？これやばくない？リトシさん、わらわら。あ、ロッカー置いて、あ、ゆずさん、かこさん、ごっぱ。一般的な対応する扉。これなんかヒントみたいのないかな。またパシャパシャ聞こえたら一旦しゃがんで立ち止まるか。あ、ロッカーあるわ。あ、開かない。対応する鍵を持ってません。パシャパシャする、あいつ。ドア越しに襲ってきたよね、あいつね。あ、来た。地面がシミ。ほら、シミが。動かなければいいんだよね、基本。いやー、怖っ。よし。よきさん、ロッカー。俺はもうロッカーなんて甘えですよ。くっ。あれ、いけない。え、ここもいけないでしょ。え、あいつ戻ってくんじゃない？まだ戻ってこないか。え、あ、鍵が多分どっかにあるんだ。多分鍵がどっかにあるんだ。向こう側にロックあるのかな、鍵。ここ行けないもんね。多分そうだわ。あ、来てる。動いてても大丈夫かな。怖いな。え、立ち止まった？今気づいてた、なんかに。怖っ。なんか気づいてるね、こいつ。よきさん、さっき取った鍵は？ダメだった、対応してないってなってた。対応した鍵を持ってないって。あの子の泥水に入んなければいいんじゃない？多分どっかで鍵があるんだよ。一旦あいつが危ね。怖っ。水気引いた。一旦ここ行って、ちょっと鍵がどっかにあるんじゃないかな。鍵がどっか。鍵ないよね。一旦ここ奥行ってみるか。なんか対応した鍵を持ってないって言ってたから、多分もう一個鍵があるんだよ。目いいからな。え、ここだ。このトイレじゃない？ここにあるんじゃない？鍵。寝ない。鍵ってどこにあるんだ？生きてる、あいつ。いないよね。
ここどこ、え、この扉何、あ、これじゃない、ほら開いた、あ、またロッカーある、あ、いた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 、で、ロッカー入るか、速攻で、今のうちなんか調べ物ないか、で、ロッカー入るか、まあ、昨日今なんかあったね、あいつが燃えた後。リトシさん、あ、危ない、あ、どっか行った、大丈夫だ、シェアから出てる、今なんかあったよね、これじゃね、これ鍵だ、これだ、いちごさん、めっちゃ見に来るやん、わらわらあー、だけどこれで無事進みますね、あ、WC って書いてる、あー、これでこっから行くってことか、 WC って一旦遠回りだけど、ここから安全な道を通ってしゃがんで、 OKOKOK、 うん、 OKOK、 行ったり来たりしてるけど、多分これが正規ルートだね、行ったり来たりが、あ、あ、やばいやばい、来てる来てる、この血の染みはありがたいね、ちょっと近づいてって、入ったらこれ止まる、よし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 、慎重には慎重を重ねてね、え、ちょ、これ多分扉の前で止まってんだよね、よしよしよし、出た出た、出た、うまくね俺、よし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 、もう同じつては不満ぞ俺、立って、リトシさん、知るか、ここに来て出玉の才能を生かす長見、そう、出玉の才能俺全開に生かしてるかで、ね、で、ここの扉も開けると、開けちゃうよーん、オッケー、めっちゃいるやん、え、ここやったらロッカーどこ、そっちか、あいつどうせ来るまで時間かかるでしょ、じゃあ、うん、至少無傷、楽になりな、あ、先がある、だけど ロッカーが目の前にある、来ないの、え、来ないの、なんだ？あったよー。なんだよー、期待させやがってよー。で、これさ、大体さ、出た瞬間俺見つかるんだよね。一旦ちょっとだけ様子見て、多分大丈夫だよね、もう。大丈夫だよね。大丈夫よね。いちごさん、あるある。ね。まだ出ちゃいけないかな。まあ、出るか。今出るか。あ、落ちる。あ、ここにいるんじゃない？いないか。よきさん。カラス来ない？カラス、カラスあったら怖えだ、大丈夫だよ、長見の息子さん、昨日のリンちゃんとのロッカーバトル思い出すわ、いるんじゃない、あっちに、ちょ待って、やばっ、そこそこ、う、嘘でしょ、ビビらせやがってよ、あたよ、お、ペポーくん、ペポくんさん、やっほやっほい、リトシさん、ペポくんこんばんは、瞬間に戻ってきたのが昨日の長見長見の息子さん、感度は高いのに、ね、短尺はガバイな敵で、ガバイね、視力めちゃめちゃあるのに、今なんか長見の息子さん、マーク出なかった、短尺ではなく追跡か、ね、いちごさん、ペポくん、ホラゲーやってるよ、ホラゲー、これトイレの中に隠れるやつ、あ、隠れるやつか、ならいっか、
あれ？あいつ探索範囲移動しないの？ロッカー、ここロッカー入れないのか。え、隠れられる場所が全然ないんだ。来てる。ペポくんさん、長見んのがホラーなんですけど。やめろ。そんなことないでしょ。お、本があるよ。あ、じゃ鍵か。鍵発見。ロッカーあった。いちごさんこんばんは。あんこそば。ロッカーあった。ナイス。ナイスロッカー。タコタのポンタさん、ね、こんばんは。ポンタ、ポンタこんばんは。ボーブラストジェル臓器脳、脳を失えば一切の思考が停止し、あるおざましく悲しい記憶も消える。なに、だけど今脳を取り戻したんだよね。リパシさん、コッパ、わら。なに、脳を取り戻したんだよね、今ね。ペポくんさん、よし寝よ。寝る、寝るのがいいよ。俺もちょっと眠いからね。これ地面かなんか変なの。え、あいついなくない？オッケー。あ、なに、身上缺了好多器。体内の多くの臓器が欠けてる。な、何言ってんの。あいた。え、あいついなくないもん。ペポくんさん、最速クリアお願いします。待って、見つかった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 、最悪、見つかった、真後ろにいる。あ、こいつ何なの。相手はドアの閉まる音にも反応して追いかけてきます。悔しいな、急に来たわあいつ。ペポくんさん、いきなりおるやん。嘘でしょ。ペポくんさん、怖。あいついきなりおるんだけど。え、ほら、あいついきなりおるよ。あ、巡回してるんだ一応。脳みそ取っとくか。オッケー。多分向こうにいるんだよね今。え、戻れない、ちょっと待って。傘だけよ、ちょっと、わかったから、携帯。あ、あ、これだ、臓器。ホルマリンの空き瓶。ホルマリンの空き瓶、多くの臓器。え、これさっきの、あ、脳みそじゃないの、さっきの脳じゃないの、これ。これを入れるんじゃないの。あ、入れるわけじゃないのか。これに入れるわけじゃないのか。あ、これ心臓かな、多分。あ、じゃ、おでこどうした。あ、ここか。ここになんか入れるのかな。え、あ、待って。しゃがみ、しゃがみ。怖っ。怖っ。待って待って、俺見られるんじゃない？え？向こう行った？一旦取り開けるか。そこに脳みそ？そうそう、脳みそ入れれなかった今。選べなかった脳みそ。あ、終わった、見つかった。これ一旦閉めれない？閉めれた。閉めれて意味ある？突き通ってくるよねあいつ。終わった、終わった。脳みそ入れれなかったんだよね。なんだろうね。ちょっとこれ、ここさ、表顔出していいのかな。あいつこっち見てそうな気すんだよね。いちごさん、うん、頭のとこだよ。いや、頭のところ選べなかった、選べなかったんだよね。あの、バツついてたじゃん、レテンみたいなバツがついてるとね、ダメなのよ。多分ここ当たってるんだよ、ここに来るの当たってんだよ、ここのことでしょ。ほらほらほら、呪いを完成させるには釘が必要です。あ、釘か。また来るかなあいつ。一旦ここで立っとくか。あいつが通り過ぎるまで待つか。走るとさ、また、あ、ロッカーあるね。オッケーオッケー。鍵とかはないの？鍵とかはないのか。
あ、これ臓器じゃない？お、あ、これ目玉？眼球だ。眼球、眼球の説明もなんて書いてあった？眼球、あー、光を失う。顔見なくて済むって相当嫌われてるよね。そうだな。聞こえた？今パチャッ、いるやん、いるやん。怖っ。長見の息子さん、長見さん、人のパーツ集めるのが趣味なの。そんなことないけど、こっち、こっち振り返ったら見えそうで怖い。あいつこっち戻ってこねえかな。これギリギリ見られそう。あ、あ、危ねえ危ねえ、怖い怖い怖い。立ち止まってる、立ち止まってる。ちょっと向こう行って。オッケーオッケーオッケー。向こう行け、向こう行け、オッケー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 。いやー、あー、ロッカーあるね。はい、ロッカー確保。くぅ、これだからやめらんね。え、これ何？私？あ、男性グループ。目から心臓まで釘が何度もドスドスドス。少的钉子、臓器を戻して釘を手に入れる。人間のところで見たような気がする。ヒントか、多分。あんまりあそこまで行くと。あー、ここまだ行けないのか。あっち側。近くまで来てた今。怖っ。何もないよね、ここ。待って、こっち向きそう。大丈夫か。何もない。ここなんでじゃあロッカーあるの？ここになんかあるでしょ、この部屋に。あ、目玉とか手に入れたから、あの人形のとこに多分戻るんだ。あ、そういうことか。あー、戻れそうにないな。あいついる？あっちいるね。もう一度。あ、戻ってきた、戻ってきた。もう見つかった。目がいいんだよあいつ。よし、リトシさん、せちがらいの、せちがらいの。長見の息子さん、うん、痛いか、痛いか。ほら、下の地面が、これも出ていいよ、ギリギリで。ギリギリ。よしよし。ほらほら。ギリギリまで行こう。で、ここ見たでしょ？ここ入れないか。どこだっけ？あ、ここだ、ここ。ここ入って。やばいやばい。あれ見えるのかな？移動してる。ここで目玉はめるとかじゃない？あ、ほら、目玉の部分マーク出てる。目玉。あ、脳も。わっ。脳も入れるようになってる。オッケーオッケー。入れたよ。あ、心臓とかあるの？心臓どこ？このホルマリン付けは？心臓ってどこにあんの？ここ？あ、開いてない扉がある。じゃない？お、来たところか。待って、あいつが戻ってくる前にダッシュで見て回ろう。ここは？どっかで心臓見落としてる？多分心臓どっかにあるね。見落としてるのか。いや、ここに来るまで見落としはないと思う。結構慎重に来たから。リトシさん、うん、最悪このプレイヤーの心臓で妥協。イエッフー、イエッフー。トイレ、シェイ。オッケー。俺の心臓は絶対やらんぞ。どこ行った？フォッ、ウッ、ウッ、ウッ、クー、クー。どっか行ったかな、あいつ。
あ、あっちの部屋って言ったっけ。これな、ここの道の突き当たりっぽいね。一旦ここであいつが来るの待つか。あ、来ないね。だけど心臓の鼓動みたいな音聞こえるよね、ドックンって。え、あいつ全然来ないんだけど。来てる。あ、来た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 。世界まで聞こえてくるわ。残念だったの。あ、向こう行った。走るか。あ、ここ WC って書いてる。ここじゃない。あれ、ここ来たことあるよね。あ、ここのトイレ初めてかも。あ、これあれだね。あー、ここのトイレは初めてだね。来た。こんなところに心臓ある？ねえわな。通り過ぎるの待つか。いやー、見つかりそう。ここ間違えたかな。見つかりそう。あー、めっちゃ地面がモヤモヤしてる。奇跡のロッカー。ああ、ナイスプレイすぎる。めっちゃ近くいる。奥行った。心臓どれ？あ、これ燃やしたら。よしよし。よしよし。オッケーオッケーオッケー。心臓後で取る。よしよしよし。よし、オッケー。完璧。リトシさん、ロッカーがないと生きていけない。そう、ロッカーがないと生きていけないよ。うん、あれ、来てる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 。クン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 、この匂いは生酸カリ。クンクン、よし、ロッカー行ったね。ふわっふわっふわっ。これで心臓か。だけどホルマリンがさ、ホルマリンの瓶も余ってたよね。来てないのか。怖っ怖っ。横向いてたらバレてたよこれ。走ってもいいか。ここまで来たら扉閉めとこう。怖い。よし、オッケー。お、釘取れた。よし。お、呪いと怒りがあるって。あ、で、ここに最後になんか入れるんだ。あー、来るんじゃない、ここで。どうする。ん、あ、来た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 。もうだいぶ慣れたね。おいおい、本当にホラーゲームか、マジで。もっと俺を熱くさせてくれよ。ここか。ロッカーの位置。ロッカーどこだっけ、あっちか。ロッカーあれね。オッケーオッケー。ロッカーの位置確認オッケー。で、釘。よし。オッケーオッケー。よし。呪いには呪いよ。え？あいつ来なさそうだね。叫び声開けてないもんね。あ、こんなとこにいんだ。厳しくね？間に合うかな。この先にロッカーがあるとかないよね。おおって叫びが上げてない。あ、あ、終わった終わった。あー、やった、終わった。呪いを解く、解いたわ。解いちゃった。リトシさん、グッドゲーム。グッドゲーム。あ、これラスト日記じゃない？あ、なにこれ、ネックレス。
お互い似合う色で購入しないか、大学生と2人が集まって共有した流行りの親友なんか。ナイス！やっぱ大学生だったんだ。あとは心臓破壊する。バドジェシュ。待て待て、あいつまた来んの？接下来。一旦隠れとこう。就是把那颗心脏毁了。我能做的也只有这样了。あいつ来る？どっかから。全然沼地。よきさん、ノーは？え、ノー？ノー飾ったよ。あの人形に飾れた。あ、これか。これでここに剣を刺すんじゃない？あれ？だけどあの臓器はどうなったの？これ、ほら。ここに剣刺すんじゃない？ほら。ほら剣刺してる。あ、いた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 。え、これ逃げるの？もしかして。あ、じゃ動けない。女の呪いは怖いな。あ、何や。守るって言ったの？さっき。え、何？どういうこと？え、何？リカシさん、ちょっと痩せ気味の体型の子だね。食のバランス大丈夫かな？メガミの息子さん、ちょっと絶対言うから。食のバランスやばいかな。あ、消えた。崩れた。終わったんじゃない？これで。終わった。やっと全部終わった。終わった。終わった。あ。まあ、普通は主人公にこんな岩降り注がないよね。リカシさん、こんな運よく自分のいるところだけがれきが降り注がないんやな、クスナガミ病気。もう降り注いだよ。世界が崩壊してってる。ね、2005は俺も降り注がないと思ってたもん、今。え、何これ。有这个，说不定就可以找到王金龙。あ、像彼氏の方か。真的就可以救大家，救石头了吗？だけど、其实我比你更担心。如果我可以获救，你们也可以从诅咒里解脱，当然是最好。このイケメン野郎ちょっと怪しいんだけどね。应该跟你说声对不起。リパシさん、何この髪型？スネオヘア。え？何？影の位置がおかしい。所以你大概也不需要了。你走吧。ん？こいつ。こいつがやってくれたことってさ、お経付きのトイレットペーパーくれただけだよね。赵新桥。赵新桥。谢谢你。谢谢你。リパシさん、それがキーやったんやない？それがキーだったろ。もうこいつは死んでるんだよね、多分。元彼は死んでるんだよね。あ、影が映った。またこれ影が2つになるんじゃない？クリアだって。実績解除。リパシさん、グッドゲーム、持ちかれ。リパーさん、よき Z4 さん、ナイス！ジジ。クスナガミ小屋、ナイス。ナイスゲーム。ナイス！ナイスよ。これな、お経が流れてるけど。やっとあたと突入ですね。やらないわ。ナイス！持ちかれ。やらないわ。ピピさんもジジ。ありがとうね。ナガミの息子さん、また何かゲーム探しますね。探さなくても大丈夫よ。え、これ誰も生き残ってないような気はするけどね。元カノは生き残ってるかもしれないね。これは台湾のお経？リパシさん、モテやシムラトアでリラックスしましょう。ウェイ。また足びれた。めざしぶれてやだな。现在是2020年6月10日深夜，记者来到东湖大学女鬼桥，现场师傅正在进行开会仪式。
这起因匿名讨论版爆料受到全台瞩目的校园暴力事件，校内暴力事件背后隐藏一则令人鼻酸的爱情故事。あ、こういう物語だって。因爱殉情的王姓男学生家属与陈姓女学生父母决定择日举行冥婚，完成两人生前の胸を晴らすため冥婚を決めた。あ、冥婚だって。死んだ後結婚することだよね、冥婚って。いいね。みんなに祝福されてるといいね。这场背叛朋友，选择一个人活下去的噩梦，从来没有停过。被困在桥底的每一天，我都在想，有谁可以来救我们？什么时候才可以解脱？现在，生きてる人が妙婚したら連れてかれるって言いますよね。あ、そうなんだ。生きてる間に一度やってみてえな。本当に連れてかれるかな。あれ、あの人じゃない。呪いを解いてくれてありがとうっていうの。よき Z4 さん、どうしたんだ。どうしたんだ、はてらはてら。ああ、リサシさん、長見は何回でも結婚したいと思ってるよね。メイコン、メイコンって響きいいよね。現在你知道吗、有一个爱你的人。あ、これもう恨みが晴れたってこと。この彼氏に捨てられたと思ったけど、実は捨てられてなかったって話でしょ、きっと。そういよき Z4 さん、愛人石頭で、メイコンが愛人になる。実今度は私が待つ。あ、笑い声聞こえる。え、みんな生きてんの。リパシさん、死んだ人と妙婚したら不倫し放題やん。妙婚か。あれ、全員来てるよ。はい。赵新桥、好久不见。赵新桥、好久不见。我三八话就不用说，早就听腻了。あ、これあの世なんじゃない？这么久才见到面，你就没有其他想说的话吗？これあの世じゃないの？いわゆる天国ってところじゃない？我有很多话想说，很多很多。那就慢慢说吧。髪の毛金髪にしてるの。石頭ってこいつのことか。石子なんとかって書いてるもん。やっと最後に石頭が誰か分かったわ。長見の息子さん、これはハッピーなのかわからんな。ハッピーなんじゃない。狩矢崎さんみたいな見た目って思ってしまった。お、そうそう、俺も金髪でね。出ていく前にね、あれ、黒髪の子は金髪になってたってこと。だけどあれ、最後のシーンは多分天国だよね。その肝試しして全員死んだ世界をずーっとループしてて、その呪いっていうか輪廻を立って、みんな呪いが解けてハッピーな状態になって、それであそこの肝試ししたあの場所でみんな落ち合って、すごいキャッキャウフウフしてるっていう状態なんだよね、きっとあれは。で、1970年代じゃん。で、2020年になんか情報がリークされたって言ってるから、あのイケメン彼氏は生きてたから、あいつがなんかしたんじゃない、違うのかな。だけどイケメン彼氏も死んでそうな気するけどな。中国名前漢字3文字か2文字しかないからね。お、羽ドライブさん、こんばんは。羽ドライブさん、こんばんは。もう終わるところですよ。とりあえず自販機対戦は最高ってわけよ。最高だったね。いいゲームでした。グッドゲーム、いいゲームだったね。コレクション、コレクションってなんかあんの。お、めちゃめちゃあるじゃん。これ全部揃ってるの。揃ってるやつしかない。長見の息子さん、プレイしてくれてありがとう。いやー、プレイしましたよ。本当に。こちらこそありがとう。ね、ナイス！ボロボロの写真、照明写真、ファイル切り替え。結構足りないのもあるね。長見の息子さん、コレクションコンプしてないね。コンプしてないね。残念。長見の息子さん、コンプしてないね。コンプしてないわ、残念。もう一週か。いや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 。いやー、残念。よろしくお願いいたします。うん、
よきさん、ね、全部コンプしなきゃですね。いやいや無理でしょ、絶対コンプしないからね俺。絶対コンプしないからね。このさ、唯一1個しかないんで、1個もない、1個もないってやつかわいそうだね。いやー本当に本当になかなかなゲームでしたよ。天賀さんが出た時はどうしようかと思ったけど、先輩の気の利いた小物、あれどこだっけ、天賀あった、ほら天賀、メンガって書いてるけど、先輩のプレゼント天賀さん、いやー天賀さん出た時はどうしようかと思ったけど、まあ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 よかったですね。リパシさん、長見これ使ったの？使ってない使ってない。むしろさ、トイレットペーパーがさ、もうちょっと早めにもらえてれば変わってた、トイレットペーパーが。リパシさん、なんでよ。長見の息子さん、うん、エイリアンアイソレーションをやらせたい感があるんだけどね。なんだよエイリアンアイソレーションって、絶対クソゲーでしょ。いやーよかった。チャプター改装って何？チャプターから始められるの？途中のチャプターから。お、トータルコレクションって出てる。崩壊、始まり、起承転結、補修だ。チャプターの改装もできるのか。エイリアンの新しいゲームだっけな。そんなのあんの。いや良かったですね、無事ですわ。録画も終了しますか。いや終わりますね。